いなくなった。平坦。平坦。すごい。100% フラット。うん。フラットになったよ。あ、これはね、優秀、ここは。あ、いいね。整備士を諦めるな、レソリューション。はい、ってことで、タッチペン続きですね。だいぶ時を経ましたね。季節 が季節も髪の色も変わりました。だいぶ変わりましたねだいぶね、もう乾いたよね、いい加減ね。いや、もう乾いた、もういい加減ね。でも飛ばずにちゃんと保ってますね、維持して大丈夫。こちらで塗ったやつ、はいはい、今回はこれを仕上げていくのだが、ちゃんと入ってるよね、傷にはね。傷には入ってる。まあこの傷からはみ出した部分を今回こう磨いて、綺麗に除去して、と多分ここは目立たなくなって綺麗に仕上がるんじゃないかな。で、ところでこれまたゴシゴシするの私。そうですね。磨き担当。そうですね。磨き職人になるね。2000番かな。そうだな。はい、2000番で大丈夫かと思います。ちょっと。1000でももしかしたら荒いかもしれないですよね、うん、だから強そうですね、強そうだから2000番でちょっとおっかなびっくり磨いていきたいと思います。はい、じゃあいきまーす。ちょっともう軽くね、これでもすぐ終わりそうな気がするな、なんか。そうですね、優しくね。もう結構削れたよ、これ。あんま力入れるとさ、多分このくぼみの角が立っちゃって、うんうん、逆に白く残っちゃったりするかもしれないよね。そうですね。うまくこう、なんだろう、あんまり直角に、直角に、あ、いい塩梅覚えたんですか。え、何？え、いい塩梅、さっきから私いい塩梅って言ってた。映ったのかなと。いや、もうちょっと使いますよ。あ、じゃあスタッフもいい塩梅の男なんです。いい塩梅の男です。気が合いますね。傷んとこは、取れたけど、これを、だいぶ取れた。軽くね、軽く。ゴシゴシしない。ボディだからあくまで。下地じゃないから。あ、なんか綺麗になった、ほら。もっと持ってもよかったね。タッチペンの塗料。あー、そうですね。うん。ちょっとまだへこんでる、ね。うん、へこんでる。結構こっちもだって深いもんね、こうえぐれてて。ここなんかほら表面が浅いじゃん。さらに深くなってる。これちょっと流してみて、全体で見てどんな感じになるかな。こっち、こっちもどうだろう。結構塗料自体は持ってるけど。でもちょっと穴の方が深いかもしれない。深いよね、これ。なんかえぐれてるもん、グリッて。結構持った時よりも、塗料が痩せたというか、馴染んだ。乾いてやっぱり手が低くなってますよね。うん、あ、でもね、なんか綺麗に出てきたんだね。どう？でもね、へっこんでるよ、この傷のとこは。やっぱり深いもん、すごい。でも、あ、どうなんだろうね、深いとこにさ、タッチペンしても飛ぶのかな、あんまり。だから何回も重ねて塗料を厚くして厚くしてっていう風にした方がいい、じゃあこの完全に乾いたところにもう一回足すってことですか。はいはいはい。大変だな、タッチペン。だから時間かかりますよね。かかりますよね。まあでもこれやってんのとやってないのと全然見栄え違うから。待って、ちょっと待って、これすごい。あ、これさ、ここすごい一番綺麗に仕上がってるかも。これね、へっこんでると思ったけど、そんなことない。はいはいはい。もうちょい磨けば平坦になる。あ、いなくなった。平坦。平坦、すごい。100% フラット。うん、フラットになったよ。あ、これはね、優秀、ここは。あ、いいね。はい、ということで、この塗料の段差なくなったんだけど、これさ、いくら2000番とはいえ残るよね、そりゃね。こんなゴシゴシしたら、結構優しくやったよ、私。力入れてないよ。向こうだってもう白くなっちゃってるし。これはコンパウンドで磨かないとかっこ悪いので、コンパウンドでまたゴシゴシしていく。触った感じすごいツヤツヤなんだけど、ダメだよ、これ。見た目的には、見た目的にはちょっとダメですね、これ。美しくない。はい、頑張ります。
ではこの適当なコンパウンド的なもので磨きましょう。また磨きます。あるあるあるよ、ゆるちゃんあるよこういうの。いつもやるよ。めちゃめちゃ綺麗になったよ。いいんじゃないのこれ。だってさ、あのね、こっから先とここはね、もう違う。また一流だ。また成長、成長しましたね、磨き職人。仕上がりましたよ。どうよこれ。おお、いいじゃないですか。すごい。まあ、ただこれちょっとね、傷が深いここは、はいはい。上はね、すごく綺麗に仕上がったと思う。わかんないもん、触って。まあ、色は違うけど、うん、まあ、なんか遠目から見たら別に白くポチって抜けてるよりか全然こっちも全然いいですね。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。上出来じゃないですか。まあ、DIY なんでね。まあ、DIY だからね、本当に気になる時はプロに任せて、もっと広範囲で塗らないと綺麗になんない、ぼかさないとさ、うんうん、はい、ということでタッチペンやっと完了しました。まあ、なんかあの特段難しい作業ではないんですけど、コツコツちょっと時間かけながらやらなきゃいけない作業なんで、まあ、でも真っ白くこう抜けてるよりか全然、この辺とかさ、ちょっと映ってるか分かんないけど、うんうん、目視で見るとやっぱりね、白の方が目立つんだよね、ちっちゃい傷でも、うん、やってみると全然違うので、ぜひ皆さんも試してみてください。これあの、これホルツですけど、メーカーのサイトとかにちゃんと、タッチペンの手順載ってますんで、見ながらやってみると早いかもしれない。てなわけで本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。整備士を諦めるな、レソリューション。